アッサール・ガブリエルソンは、スウェーデンの財海人、ボルボの創業者の一人、家族は、1916年に結婚した、アンナ・テレシア・アンダーソンと、4人の子供、1891年、ガブリエルソンはスウェーデン中南部、スカラボリ地方コルスベルヤの卵商人の家に生まれた。幼少より、学業は優秀で、ストックホールム大学で、経済学を学んだ後、1912年から4年間、 スウェーデン議会で即記者として勤めた。その後、ヨーテボリの当時スウェーデン最大の企業であった大手、ベアリングメーカー、SKF に入社、卓越したセールスマンシップから1920年にパリ市社長に抜擢された。このパリ駐在中、品質の優れた SKF のベアリングがフランスの自動車業界で需要が高く、自国の工業製品が外国で競争力を持っている。 状況を目の当たりにした。彼は自動車産業に着目した。当初から自動車生産を産業として成立させることを前提に計画をスタートさせた。当時のスウェーデンは SKF やボホースなど高い機械水準を持つ企業が存在し、良質な商品を作る素地があった。また、当時のスウェーデンの労働者の工賃は、アメリカの労働者の工賃に比べて、およそ四分の一程度であり、 コスト競争に立ち打ちできると踏んだのである。アッサール・ガブリエルソンとグスタフ・ラーソン1924年、ストックホルムのカフェで、以前、SKF 社の設計部に勤め、ガルコ社の技術部長だったグスタフ・ラーソンと再会すると、本格的に、スウェーデンで製造すべき自動車の設計に取り掛かった。設計は、営業畑出身のガブリエルソンが、コスト面の計算を行い、 販売予定価格を決めた上で行われた。1925年7月に、おおよその青写真が完成すると、9台のオープンカーと1台のサルーンの試作車の製作が開始された。この試作車製作は、ストックホルムの小さな倉庫を改造した工場で行われ、ガブリエルソンの個人資産によって賄われた。ボルボ V41926 年6月から8月に、 かけて試作車が完成すると、1926年8月10日に、SKF が20万クローナの出資を行うことを決定。SKF が親会社の立場で、休眠し会社のブランド名、ボルボとヨーテボリにあった子会社の工場の一棟を与え、自動車事業を始めさせた。このヨーテボリの工場は1926年10月27日から、 生産体制を整え始め、1927年7月14日には、ボルボ最初の量産車である V4 の生産台1号車をラインオフさせた。V4 はこの年のうちに297台、翌年の1928年には900台、1929年には1400台を販売した。これは予定していた販売台数には及ばなかったものの、当初より、 コスト計算を十分に言っていたために比較的早い段階で利益を生み始めた。1930年にこの SKF の子会社から借りていた工場敷地を買い取り、隣接地も買い増しすることでタクシー生産を開始。1935年に株式を上場した。1956年6月30年間にわたるボルボ社長の地位を グンナー・エンゲローに譲り取締役会長に退くと、1962年に亡くなった。1926年の交換レートは、1ドルに、対して約3.73クローナ。労働者の時給は、スウェーデンが平均1.08クローナで、アメリカが約1ドル。ラテン語で、私は回るという意味。ベアリングにちなんだ名前である。ありがとうございます。